もう実家に帰るから。は？いきなりどうしたんだよ、本気か？夫の不倫を知ってしまった私は、子供を連れて実家に帰ることにした。まさか夫に限って不倫なんてすると思ってなかったのに。本気に決まってるじゃないの。子供もいるって言うのに不倫なんかして、そんな人と一緒に暮らしていけるわけがないじゃない。長年一緒に連れ添ってきて裏切られたショックは計り知れない。思わず夫に向かって大声で怒鳴り散らしてしまった。おいおい、何をそんなに熱くなってるんだよ。そもそも俺が不倫したっていう証拠はあるのか。夫は自分の非を認めるどころか余裕そうな顔をしている。証拠？あなたの携帯に残ってるでしょ。俺の携帯？だったら見てみろよ。夫は携帯を私に渡してきた。電話の履歴や LINE のトーク履歴を見ても、不倫相手とのやりとりは一切残っていない。でも、私は確実に、夫が女性と親しげにやりとりしているトーク履歴を見ている。きっと、感づかれた夫が全部の履歴を消したんだな。な？俺が不倫していた証拠なんてないだろ？それともなんだ？お前が何か別の証拠を持ってるのか？不倫の証拠は持っていない。でも、確実にあなたの携帯のトーク履歴見たし、不倫してるじゃない。そんなもん、お前の見間違いだろ？そこまで言うなら、ちゃんと俺が不倫してたっていう証拠を持ってこいよ。私の目なんか信用するはずない。きっと、私が証拠を取っていないのを分かってて、強気な態度を取っているのだろう。結局、夫とは離婚することになった。きっと、不倫相手とこれで平和に暮らせるとでも思っているのだろう。今は、そう思っていればいいさ。必ず後悔させてやる。今から10年前、私は夫のカズマと結婚した。同じ高校出身の私たちは、卒業後、別々の会社で働くことになる。お互いに仕事が忙しく、会える機会も少なくなってしまったが、それでも私たちは仲が悪くなったりすることはなく、いい関係を続けることができていた。そうして、社会人として働き始めて3年が経った私の誕生日に、ユーリ、俺と結婚してくれないか？必ず幸せにするから。と、夫からプロポーズされた。返事はもちろん OK。この時の私は、嬉しさから号泣していた。プロポーズを受けたことを母にも報告すると、自分のことのように喜んでくれて、そんな母の姿を見て、私もさらに嬉しさを感じた。あんたもようやく嫁に行くんだね。きっとお父さんも喜んでくれてるよ。父は、私が小学生の頃に肺がんにより亡くなっている。それからというもの、母が女手一つで私を育ててくれたのだが、相当苦労しただろう。無事に結婚式も終わり、私たちはアパートでの新婚生活をスタートした。夫との結婚生活は至って順調で、結婚して1年後には子供も授かることができた。子供もできたことだし、そろそろマイホームでも買わないか。子供ができたことをきっかけに、私たちはマイホームを購入し、住み始めた。引っ越してから半年後には、息子の蓮も無事に生まれて、これからは家族3人で幸せな日々が続くと私は信じていた。だが、結婚して5年も経った頃には、夫と私は必要最低限の会話しかしなくなる。仲が悪いわけではないが、必要以上に干渉し合うことがなくなったからだ。少し寂しい気持ちもあったが、これでいいのだろう。お互いに干渉しすぎないのが、きっとうまくやれている秘訣だと思う。そうして迎えた結婚10年目の今年、最近、夫が仕事を理由に帰宅するのがかなり遅くなった。今日も仕事で遅くなるから。ここ最近、毎日残業じゃない。
そんなに忙しいの？仕方ないだろう。新規顧客への営業活動が忙しいんだよ。夫は製薬会社に勤める営業マンだが、毎日残業するなんてことは今までなかった。そんなに忙しいのかな？まあ仕方ないか。そうなの？頑張ってね。仕事が忙しいなら仕方ないか。その時はそんな程度にしか思っていなかったが、今思えばあの頃から夫は私に黙って不倫していたのだろう。それから2週間後。ただいま。今日は一緒に飲もうぜ。その日は残業もなかったようで、夫がいつもより早く帰宅した。一緒に飲もうなんて何かいいことでもあったのかな。いつも家で飲むことがない夫が一緒に晩酌しようなんてどうしたんだろう。別にいいけど、どうしたの？何かいいことあった？何もないよ。ただ一緒に飲みたかっただけ。ニコニコしながら夫が言ってくる。ここ最近一緒にいる時間が少なかったので、たまにはいいなと思った私は夫の晩酌に付き合うことにした。私も夫ももともとお酒はそんなに強い方ではないので、缶ビール2本程度で2人ともすっかり出来上がってしまった。最近帰ってくるの遅いけどさ、体大丈夫？大丈夫だって。心配してくれてありがとう。風呂入ってくるわ。夫はそう言い残して風呂へと向かった。たまにはこういう日があってもいいな。私がそう思っていると、リビングのテーブルに置きっぱなしだった夫の携帯に着信が入った。誰からの電話だろう。気になった私は何気なく夫の携帯を見ると、そこには女性の名前が映っていた。この人誰？まさか不倫してるとか。いや、夫に限って不倫なんてしないよね。息子もいるんだし。そんな考えが頭の中を駆け巡ったが、会社の人からの電話かもしれないと思うことにした。それから10分後に夫が風呂から上がってきたので、電話があったことを伝えると、ああ会社の人間だよ。仕事終わって帰ってきてるのに電話してくるのよな、などと言っていた。やっぱり仕事の人だったのか。でも仕事の話なら明日すればいいんじゃないの。一旦は夫の言うことを信じたけど、よくよく考えると不思議で仕方ない。わざわざ勤務時間外に電話してくるなんて、そんなに大事なようだったのか。いろいろと考えたが、その日はもう気にしないようにしようと思い、眠ることにした。それから3日後、どうしても夫に電話をかけてきた女性のことが気になってしまう私は、夫に内緒で携帯を盗み見することにした。夫は家に帰ってくると、携帯をリビングのテーブルに置きっぱなしにすることがよくある。その日も携帯がテーブルに置かれていたので、夫が風呂に入っている隙に携帯を開いた。ロックもかかってないし、考えすぎだったかな。これでもし何もなかったら本当に申し訳ないな。そんなことを思っていたが、好奇心が勝ってしまった私はもう止められなかった。何これ、やっぱり不倫してるじゃないの。トークの履歴や通話履歴を見る限り、やはりあの女性と親しい関係にあるらしい。データフォルダを見ようとしたその瞬間、夫が風呂場から出てくる音が聞こえた。私は慌てて夫の携帯を元のあった位置に戻して、何食わぬ顔でソファーに座った。電話来てなかった？え？来てないけど。そうか、ならいいや。私は明らかに動揺していたけど、どうやら夫は気づいていないようだ。証拠を抑えることはできなかったけど、これで夫が不倫しているのは確実だと分かった。私はこの瞬間から夫に対しての信用も愛情もなくなってしまった。結婚して10年、子供もいるのにこんな裏切りを受けるなんて。それから1週間が経った。夫は普段と変わらない様子だったけど、私は夫のことが次第に許せなくなっていた。平気な顔して息子と接してるけど、本当は息子もどうでもいいんじゃないの。
私たちよりも不倫相手の方が大事なんでしょう。夫を見るたびに、そう思うようになってしまっていた私は、我慢の限界が来てしまい、ついに夫を問い詰めることにした。私よりも、不倫相手と一緒にいた方がいいんじゃないの。は？いきなり何言ってるんだよ。私、見ちゃったのよ。申し訳ないけど、あなたと一緒に暮らしていくのはもう無理だから、実家に帰らせてもらうわね。待て待て、本気で言ってるのか。本気に決まってるじゃないの。私たちに隠れてこそこそと連絡取り合って。どうせ仕事で遅いっていうのも嘘で、本当は不倫相手に会ってるんでしょ。俺が不倫したってさっきから言ってるけど、何か証拠でもあるのか。あなたがお風呂に入っている時に携帯を見たのよ。あなたの携帯にいっぱい証拠は残っているじゃない。俺の携帯だって。じゃあ見てみるか。見てみるも何も、携帯に全部残ってるじゃないの。私は夫から携帯を受け取り、中を改めたが、履歴はきれいさっぱり消去されていて、女性の連絡先でさえ残されていなかった。え？嘘？なんで？履歴が一つもないなんて。な？証拠なんてないだろ？それともお前が別の証拠持ってるって言うのか？持ってないけど、確実に見たから。そんな、お前の見間違いだろ。きっと、不倫してると私が気がついたのが、夫にバレたんだろう。履歴も連絡先も、私に不倫してるとバレないように消したんだ。それから私は、何も言えずに黙っていることしかできなかった。そういや、俺が不倫してるから、家を出て実家に帰るって言ってたよな。俺は別に構わないぞ。ほら、これ書いてさっさと出てけよ。そう言って、夫は会社用のカバンから離婚届を取り出して私に渡してくる。どうした？実家に帰るんだろう。さっさと名前書けよ。親権もお前にやるからさ。俺って優しいだろう。自分が不倫しておいて、なんでこんなに上から目線で言ってくるの？この上ない屈辱を受けた私は、泣きながら離婚届にサインをした。今まで仲がいいと思っていた私がバカだった。まさかこんな理由で、こうもあっさりと離婚してしまうなんて。サインしたな。これで、俺たちはもう夫婦関係じゃなくなったわけだ。離婚届は俺が役所に出しておくから。どうした？もう出てっていいんだぞ。最後の最後まで、夫は強気な態度を問い続けた。私が証拠を取っていないことに気づいていたのだろう。これ以上、夫と一緒にいたくなかったので、私はその日のうちに逃げるようにして、息子と一緒に実家へと帰った。絶対にあんただけは許さないし、平和な暮らしなんかさせてやるものか。私と息子を裏切ったこと、必ず後悔させてやる。お母さんは、なんで泣いてるの？実家へ向かう途中、息子に声をかけられた。夫から受けた仕打ちが悔しくて、思わず泣いてしまっていたからだ。ううん、なんでもないよ。それより、もうお父さんと会えないかもしれないけど、いい？これからは、おばあちゃんと一緒に暮らすことになるけど、お父さんのところにいたかった。息子もまだ9歳。本当だったら、父親と一緒に過ごしたいだろう。お母さんといた方がいい。それに、おばあちゃんと一緒に暮らせるの？嬉しい。私は、息子が味方になってくれるだけで救われた。もともと、おばあちゃん子だった息子にとって、私の実家で暮らすのは苦じゃないみたいだ。いろいろと大変だったね。よく耐えたね。そうして、実家に到着した私たちは、母に温かく迎え入れられた。電話ですでに、事情は伝えていたので、母は私を見るなり抱きしめてくれた。その日は、息子も母に会えたことが嬉しかったみたいで、これからおばあちゃんと一緒に暮らせるんだよね？と、何回も母に尋ねていた。よっぽど嬉しいんだな。そんな息子の喜ぶ姿を見て、落ち込んでいた気分が少しだけ和らいだ。そして、夜中になり息子が寝た後、私は母と二人きりで
話をした。そういえばあんたさ、養育費とか慰謝料とかどうすんの？ええじゃないわよ。仕事も辞めちゃってるし、どうやって育てていくつもりなの？夫と結婚したタイミングで私は、正社員で働いていた車のディーラーを辞めて、パートをしていた。だけど、息子が生まれたことで、育児優先になり、パートすらも辞めてしまっている。正直、私には稼ぎがなくて、母に言われてようやく、ことの重大さに気がついた。パートとかやって、なんとかするよ。それだけじゃ足りないわよ。相手の不倫が原因で離婚したんでしょ？だったら、慰謝料も養育費も取れるじゃないの。確かに、別に私に非があって離婚したわけじゃないしな。母の言うことはもっともだ。だけど、証拠がないし。証拠を抑えられていないのに、元夫がすんなりと不倫を認めるはずがない。慰謝料を請求するのも難しいと私が思っていたその時。ねえ、あなたの元旦那さんってまだあの製薬会社で働いてる？母が何かを思いついたような表情で私に聞いてきた。え、まだ働いてるよ。それがどうしたの？じゃあ私に任せといて。その会社、私も関係あるから。任せろって一体何する気なんだろう。証拠も出てこないし、やりようがないじゃん。その時は、そのくらいにしか思っていなかった。それから5日後、また夜中に母と話すことになった。待たせちゃったわね。やっぱり元旦那さんは不倫してたわよ。母は、私に一枚の写真を見せてきた。そこには、私の知らない女性と仲良く腕を組んで、ホテルへ入ろうとする元夫の姿が写っていた。これ、どうしたの？あの製薬会社、私の会社と取引しててね。仲良くなった事務員の子に、いろいろと調べてもらったのよ。医療関係の設備を作る会社を経営していた父だったが、急逝してしまったので、その後は母が会社を受け継いだのは知っている。だけど、まさか元夫の会社ともつながりがあったなんて、思いもしなかった。よくその事務員の人も協力してくれたね。昔からの付き合いだからね。あなたは覚えてないと思うけど、その事務の子に昔会ったことあるのよ。娘が元旦那に泣かされてるって連絡したら、絶対に証拠を押さえますって張り切ってくれてね。母は、その写真の他にも、いろいろと証拠を差し出してくれて、元夫が言い逃れできないくらいに十分な量の証拠が集まった。一回、この写真を持って元旦那さんに会ったら、話があるって言ってさ。わかった。せっかくここまでしてくれたんだから、話してみるよ。母の恩義を無下にするわけにはいかないな。そう思った私は、元夫に電話をしてみた。もしもし、久しぶり。話したいことがあるんだけど、今度の日曜日って空いてる？ちょうど、俺もお前に連絡しようと思ってたんだ。かなり焦っている様子の元夫だけど、一体どうしたんだろうか。自分の非を認める気になったのか。何をそんなに焦ってるの？お前、なんでお母さんに離婚したって言ったんだ。普通言うでしょ？親なんだから。お前がお母さんに言ったせいで、会社が大変なことになってるんだぞ。電話越しに怒鳴ってくる元夫だが、本当に何があったか知らない私は、ずっと困惑しっぱなしだった。一旦落ち着いてよ。それで、日曜日は私の実家に来れるの？必ず行くから。元夫はそう言って、一方的に電話を切った。それにしても、どうしたのだろうか。母が何か、一枚噛んでるような言い方だったな。そして、約束の日曜日になり、元夫が私の実家に来た。インターホン越しに見る元夫の姿に、少し緊張してしまったが、こんなことではまた元夫のペースに乗せられてしまう。気を引き締め直して、私は元夫を家の中に招き入れた。お母さん、ご無沙汰しております。ええ、久しぶりね。元気にしてた？本当に申し訳ございませんでした。元夫は母に向かって土下座しながら謝罪し始めた。
いきなりの行動に私は何が起きたのか理解ができずに、ただ唖然とするばかり。え？何？一体どういうこと？困惑する私を無視して、元夫は母に向かって話し始めた。お願いですから、どうか取引は停止しないでください。お母さんの会社の設備がないと安定した生産ができなくなってしまうんです。私に謝ってどうするのよ。有利に謝るのが先じゃないの？母は元夫に冷たく言った。今まで母とは結婚するまで長いこと二人で暮らしてきたが、こんな怒った様子は初めて見た。ユーリさん、本当に申し訳ありませんでした。いきなり謝られても、それよりこの写真って本当なの？きっと不倫のことを謝ってきているんだろうけど、本人が認めない限りは謝られても仕方ない。母からもらった不倫の証拠写真を元夫に見せつけた。随分と仲が良さそうに写ってるけど、やっぱり私が言った通り不倫してたんでしょ？あ、いや、その…ここまで証拠が揃ってるのに、まだはぐらかすなんて。自分の非も素直に認められないなんて情けない男だな。うじうじしている元夫の姿を見て、私の怒りは頂点に達した。今にも手が出そうになったその瞬間、私よりも先に母が思い切り元夫の頬をビンタしていた。いい加減、はっきり言ったらどうなんだ。あんたの会社の事務員さんも不倫してたってのは知ってるんだよ。いきなりビンタされた元夫は、急な出来事に戸惑っている様子。母はもう一発ビンタをお見舞いしようとしていたので、私は慌てて止めに入った。お母さん、もういいから、このままじゃお母さんが捕まっちゃうよ。私の声が届いたのか、母は振りかざした手を下ろす。だが、まだ母の怒りは収まらない。ユーリをあんたの不貞行為で泣かせておいて、自分だけ幸せに暮らそうって思ってるのかい？そんなろくでもない人間がいる会社と取引なんてしたくないよ。そうだったのか。母は私のことを思って、元夫の製薬会社との取引を停止しようとしていたのか。元夫の勤める会社もそれなりに大きくて、取引停止すれば母の会社も苦しいだろうに。お母さん、気持ちは嬉しいんだけど、取引停止して経営は大丈夫なの？そんなことしてもし経営悪化したら、お母さんの会社で働く人が困っちゃうじゃない。そこまでしなくてもいいから。母の会社に勤める人のことも思い、取引停止をするのはやめてほしいと伝えた。私のことで路頭に迷う人が出るのは私自身が嫌だ。わかったわ。じゃあ有利の言う通り、取引は継続するわ。この母の発言を聞いて、元夫は先ほどまでの青ざめた表情から一変。本当ですか？取引継続していただけるんですね。ありがとうございます。なんとも調子のいい男だ。全くもって呆れる。本当に申し訳ございませんでした。では、これで失礼します。元夫は、そう言って帰ろうとしたが、まだ話は終わってない。本当に自分勝手な考えしか持ってないんだな。私は、元夫を引き止めた。ちょっと待って。まだ話は終わってないんだけど。え？ええじゃないでしょ。不倫したって認めるの。どうなの？認めるよ。じゃあ、慰謝料と養育費もしっかり払ってよね。私ははっきりとそう伝えた。不倫を認めた以上、元夫に責任があるはずだ。今さら、何言ってんだよ。今さら？不倫をずっと認めなかったあなたが悪いんじゃないの。自分の息子も捨てておいて、将来のことは知らないってこと？無責任にも程があるじゃない。そんなことは言ってないだろ。俺の子だし、可愛いとは思ってるよ。でも親権はお前だし、もう離婚してるんだから、今更払う必要もないだろ。離婚してるのは事実だけど、あなたのせいで父親のいない生活をさせられてるのよ。なんでそんなひどいことを平気な顔して言えるの？本当に自分勝手な人ね。私たちが言い争っていると、母が、やっぱり反省なんかしてないみたいね。あなたみたいな人がいる会社とは、もう仲良くやっていけないわ。さっきはユーリが止めてくれたおかげで、私も情けをかけたけど、もう我慢できない。
ともう一度脅しをかけた。いや、それは困ります。わかりました、お支払いします。どうやら元夫は母の脅しの方が効くようだ。脅されて結局払うなら、初めから払いますって言っておけばいいのに。そうして元夫は慰謝料と養育費を支払うことを私たちに約束してくれた。もちろんとんずらされては困るので、誓約書にもしっかりサインを書かせた。では失礼します。元夫はうなだれるようにして私の実家を出ていく。今まで私たちを騙していたのだから、こうなるのは当然の結果だ。自分だけ幸せな生活を手に入れようとしたって、そんなことは絶対にさせない。母の協力もあり、私は元夫に対して慰謝料と養育費を請求して勝ち取ることができた。自業自得だな。せいぜい不倫相手と仲良くしていればいいさ。私は実家から出ていく元夫を見ながらそう思った。それから2週間後、今度は元夫から電話がかかってきた。何？どうしたの？実は会社をクビになってさ。だから何？私にはあなたがどうなろうがもう関係ない話じゃん。それはわかってるんだけど、まさかお前のお母さんがうちの社長ともつながっているなんてな。社長からコンプラ違反だってことでめちゃくちゃ怒られた上で解雇だよ。きっと事務員の人が言いふらして回ったんだろうな。別に元夫が仕事をクビになろうがどうしようが、私は知ったこっちゃない。で、まさか自分が悪くて仕事クビになってるのに養育費が払えないとか言い出すんじゃないでしょうね。実はその件で電話したんだ。私に対する慰謝料は待ってあげるけど、養育費だけは毎月きちんと払ってよ。払うお金がないなら借金してでも払って。わかった、養育費だけは払うようにするよ。当たり前だ。なんで私がそんな元夫の都合に合わせないといけないんだ。電話を切った後、怒りがこみ上げてきた。それ以降は慰謝料も養育費もなんだかんだ言って毎月きっちりと払ってくれている。たまに LINE が来るが、どうやら不倫相手とはうまくいかずに破局したそうで、完全に独り身になった今は夜勤の現場で交通整理の仕事をしているらしい。元夫には簡単に裏切られてしまい離婚したが、私には可愛い息子がいる。この子がいるだけで私は前を向いて生きていける。息子には父親がいなくなるという悲しい思いをさせてしまった分、私が精一杯息子に愛情を注いであげようと思っている。今は息子の成長を見届けるのが私にとっての幸せだから。